皆さんこんにちは、私ウィンディの、松澤と申します。私ですねウィンディ切ってのサウナ好きなんですけれども、どうしてもですね今日は、取材させていただきたいお店がございまして、今日、来ました。プライベートサウナドットワイさんが今月22日にオープンするということで、どうしてもここに、一度お邪魔したくてですね、柿山くんとちょっと、連れてきたんですけど、柿山くんサウナとかってどう？やったしたことある？あんまり行かないです、ね、それも人生の半分損してるねっていうぐらい、やっぱりサウナって非常に体にとってね代謝が良くなったりとか健康にすごいいいものですから、このお店でちょっと体験してみたいなというふうに思いますので、早速行ってみましょう。東区上西町の浜松プラザフレスポの一角にオープンしたプライベートサウナドットワイ、浜松初の完全個室サウナです。こんにちは。こんにちは。すごいですね、一歩入るだけで本当に落ち着くような空間ですけど。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにドットワイさんはどんなお店なんですか？はい、ドットワイは浜松市初の個室サウナでして、セルフロウリュ可能なフィンランド式のサウナになってます。やっぱりなんか随所に こだわりも感じられるんですけれども。そうですね。例えばどんなところがこだわりってあるんですか？はい、やっぱり一番のこだわりは、ストーブやストーンをこだわりました。実際にいろんなところに行って実際に自分が試してみて、一番これだっていうストーンやストーブを見つけてうちでは使ってます。自分で一個一個試して一番気に入るというか、はい、いいなって思うものを全てチョイスしてる。はい、そうです。なるほど、楽しみです。早速個室サウナを案内してもらいました。あ、すごい、あもう本当に、個室サウナすごい。ここが一人か二人で入っていただけるお部屋になってます。シャワーもあって、水風呂も。あ、水風呂も、はい。ここからはサウナに入ってリポートします。はい、サウナハットも行ってみます。わあ、すごい。あ、火の香りが。あ、これヒノキですね。そうです。あ、これもこだわり。あ、すごい。玉井さん、これ寝転びができるんですね。そうです。わあ、贅沢。ああ、もう本当に一人の空間。やっぱりこの個室ならでは本当に、まあ、よくサウナ銭湯行くんですけど、いろんな人がやっぱりいるんで、なかなかこうちょっと自分の時間に浸れるっていうことができないから、この本当個室ってやっぱり贅沢というか。で、あとこのヒノキの香りね、木の香りこれすごくない？本当にすごいですね。いるだけでもなんかこう森林浴じゃないけど、多分こういう木の香りもこうね感じて、本当に最高。いや、これ本当仕事だけど本当良かった本当良かった。続いてサウナストーンにアロマ水をかけて蒸気を発生させるロウリュを体験させてもらいました。大体すごいっすね。すごい、もうこれだけで分かるか、これぐわーっと上がります。匂いがやっぱりいい、すごい本当に。あと最初のかける音、はい、ね、たまんないよね、はい、うちのアロマはしっかりと厳選した精油を使っていて、アロマを8種類の中からお客様に実際に選んでいただいて入れてます。効能を重視したものなので、例えばむくみがひどいよっていう方にはこのアロマを使うといいというような、はい、お話もさせていただいて。そこもしっかりアドバイスいただけるんですか？はい、完全個室なので自分のペースでロウリュを楽しめます。わー、さらにやっぱり、あー、2回、うん、来ますね。中の温度が上がってさらに発汗します。
ちょっと分かりにくいですけど、見えますか？あ、すごいですね。もう本当に滝のような汗。まあ本当にもうこれ今最高です僕。あのガラス曇って見えなくなっちゃう。もう正直ね、レポートしたくないぐらいで、もう一人ではもう浸りたいんですけど、でこのヒノキのやっぱり匂いとアロマの匂いで、さらには一人のこう特別な空間になるんで、もう本当にこれ最高ですね。今まで個室サウナっていうかプライベートサウナ行ったことなかったんですけど、あ、こんないいんだって本当に改めて思いました。いいね、いいよこれ、はい、見てこの汗、わかる？あ、すごいですねこの汗。早速ちょっと釜井さん、水風呂いいですか？はい、どうぞ。あの、至福の時間で、はい、汗一回流しましょうか？あ、いいですよ。あ、プライベートこれ、はい、お客様一人一人終わったら全部流してるの でちゃんと清掃もしているので、はい、あ、いいですね、水温度が、あなるほど、あ、いいですね。これ今何度ぐらいですか？今だいたい12度ぐらいにしてます。12度は結構冷たい方ですね、はい、普通のただの水道水ではなくてチラーを入れてるので、もう本当にもっともっと冷たくもできます。サウナって水風呂ですよね？そうです、うん、はい、だ本当に汗かいて水風呂に入る瞬間が一番至福なんで、水にもこだわってると。はい、そうです。あ、最高。最後は個室内のスペースで整います。あ、これはいいですね。確かにこれでも寝ちゃう人いますねこれね、うん、あ、いいねこれ、いいね、いい、最高ですよね。いいしか言えないけどさ。で一応この部屋は2人まで入れるので、お友達同士でも入っていただけます。はい、大丈夫。すごいな、もう会社入りたくないもんね。このままもうちょっとやって、でもう家帰って寝たいよ。そうなりますね。なりますね。寝ながらサウナを楽しむこともできます。あー、これいいね。こうやって寝ながら、うん、サウナができるってやっぱ贅沢っすね。普通のシャワーじゃなくて本当に滝を浴びてるような感じ、もう自然に来た感じですね。はい、ネイチャーですね。ネイチャー。そうですね、ネイチャーですよ。屋外にも外気浴スペースが完備されています。ではこちらどうぞ。まさかこれは、はい、オロポです。オロポ出ましたよ。オロポ、こんなこともね、ドリンクもあって、オロナミン C とポカリスエットを混ぜて、はい、要はサウナする方がやっぱり好んで飲む、そうですよね、はい、最高ですね。もう何でもありますね。そうですね。出ますね、はい、本当に。いや、もう本当仕事忘れちゃいます。もう会社これから帰りたくないです。そして最高級のVIPルームも用意されています。この広さ。そうですね。最大5名様までお使いいただけます。うわー、これ正面がもうこれがやっぱり一番。そうです。この水風呂で。水風呂ですよ、はい、これが。VIPは2段ですね。ヒノキが2段。もちろんロウリュもあります、はい、グループで友達とみんなで、うん、そうですね、っていう5人ぐらいでお友達同士で来てくださる方もいれば、カップルでお二人でご利用、贅沢に使う、はい、そうですね、そんなのも最高じゃないですか、はい、一人でやる方もいらっしゃる、結構いらっしゃいます、そんなお金は僕にはないです。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に仕事っていうこと、僕、はい、一瞬の時間だったですけど、はい、忘れてしまいました。本当に気持ちよかったです。よかったです。最後、釜井さんから皆さんに。はい、22日の土曜日にグランドオープンになります。皆さんに自信を持っておすすめできるサウナができたので、ぜひお待ちしてます。はい、というわけで、今日は、プライベートサウナ .i さんを取材させていただきました。皆さんもぜひ至福の時間を味わってみてはいかがでしょうか。それでは。